呼んで平和裡に、ちょっとな、俺も立場あんねん。一応、あんたんとこを俺滅ぼしたことにするから、俺の仲間、つまり部下になって、一緒に来ない、つまり奈良とかあっちにおいでよと。もう俺の身内として扱うからということをどん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 していって、結局、捕虜として。名目は、大和朝廷に対する名目は捕虜だったんですが。で、かつ、長は全部斬殺したって言っとかないと、大和朝廷が文句言うので、長は全員、ね、処刑にしたと嘘を報告して、長もその中に、捕虜の中に入れちゃって、で、全部機内に連れて帰ってきて、坂の上の田村麻呂は。そこで自分の領地とか、その東北を成敗したからといって、時の天皇からいただいた膨大な土地、そこを開墾させて、本当に血を流さずに東北地方を治めて、結果としてね。で、その時にね、一応納得したんですよ。荒葉木の人たち、まあ坂の上の田村麻呂が来て、まあ手厚く処置してくれて、これならまあなんとか我々も命つなぐし、まあ、日本はね、せっかく我々が戦のない調和のある世界に理想的なね、エデンの園です。それこそ全く戦のない、仲互いのない自然と調和した、いい統治をしてたのが、これで戦ばっかり重ねていって、まあ、日本も大変だと、これからでもいつかまた、ね、いつかまた我々荒葉木が、荒葉木族がこの日本を統治して、穏やかな調和に満ちた平和な、科学技術とかそんなものを脇に置いて、どっちかというと、ね、芸術とかそれから感性、そっちを大事にした国づくりに戻そうというふうに、まあ、約束をして、で全国にちりぢりになるわけです。その時にね、将来先々で、いくらその時はね、その荒葉木の各部族の長が約束しても、もう1代2代3代経っていったら忘れちゃうわけですよ、そんなこと。それじゃあせっかくの縄文の心、レムリアの心がね、消えていくから、一つだけ取り決めをしたんです。絶対にどこかで誰かがパッと会った時に、あ、こいつは荒葉木だと、あの時誓い合った荒葉木の仲間なんだということを分かるようにしたんです。どうやって分かるようにしたのかというと、実はね、私、その神様の覗き穴、あの本の中に、僕が子供の頃、自分の部屋の中でこう外のこう鍵穴から覗いてたとかいう表現もしたんですが、なぜそもそもね、僕が子供の頃そんな風にね、今で言うと何て言うの、引きこもり、そういう形になってしまったかというと、実は本には書かなかったんですがね、僕の育てられ方が良くなかった。僕はこの安江家の本家の、長男として生まれまして、で僕生まれてすぐ、産んですぐ、母親は消えてしまったので、したがって長男イコール一人っ子になってしまって、だから本家で本当ならあと 2,3 人男の子が必要なんですが、本家の跡取りが僕一人になって、そうするともう選べないんですよ。どの男の子を後継ぎにしようかなんて選べなくなって、もう一人しかいないから、この僕が後継ぎだと、自動的に。そうするとね、つまり陰陽師の後継ぎも僕になるしかない。3人ぐらい男の子がいれば、長男はまあね、家を継がせて、次男はまあちょっとその電波塔を管理する役目でもやらせて、三男ぐらいに陰陽師やらせようと、そんな風に分けられるんです。で、一番例えば陰陽師の、としての、霊力がありそうな
やつにするとかね、選べたんですが、一人しか結局、今後親父が再婚しない限りは一人しかもう男はいないということで、全て僕にかぶされてきて、で母がいませんから祖母が私を育てるんです。でそこにたまたま一人っ子の男の子として生まれた僕が、その家もそれから伝波田もそれから陰陽師の血筋も全部かぶせられて、でいい迷惑してるんですがね、その陰陽師の教育を受けさせられてしまって、それで僕引きこもりになったんです。陰陽師のね教育ってどうやるかって、まあ少しばらしますとね、皆さんもぜひやってみてください。物心ついてからの教育じゃダメなんです。つまり右脳を教育しなきゃいけないので、左脳が動き始めて、いろんなことを理屈で考え始めたらもう終わりです。そこで理屈がまだ発生する前、3歳より前です。に陰陽師の教育をします。行ってきたんですよ。あまりにそのね、自衛隊のブルーインパルス飛ばすために、その日の土砂降りの日の2時から3時までは晴れにしちゃったって、ちょっとすごいなと思って行ったんです。そしたらね、言葉はほとんど通じないんです。ズーズー弁で、東北地方の言葉で、最初ね何か言って、なんて言われたかな、足投げべとかなんとか、そんなふうなこと言われて、はってきょとんとしてたら、さっきの僕の秘書のお父さんって子が、足楽にしろってことですって横から言うから、ああそう、秋田出身なので、あっちの言葉かなりわかるので、まあ、それでね、通訳してもらいながら話をしたら、なんとね、僕が武術家だびとか、いや そこまでのもんじゃありません、いやいや大したもんだべとか言って、でも武術で人を倒すそんなことよりも、わしのように人を助けたり病気治せるようになりたいべとかおっしゃるから、いや僕そんな興味ありませんって、いや興味なくても、うちの龍神さんがあんたのとこ行きたいって言ってるから、今から龍神さんあげるから受け取ってとか言うから、どうやったらいいんですか、手出してごらんって言うから、手こうやって出してたら、ほいって言ってくれて、ほいってもらって、それ以来ね、この辺ぐるんぐるん回ってるのが見えはしませんよ。見えたら精神病院行きですが、でも分かるんですよ。時々ね、ペロンと舐めてくる。